こんにちは、ヘケケです。前回の動画の最後に、次は鉄人モードで実績解除とかやりたいって言ってたので、ビザンツ帝国を復興する、バシレウス、の実績解除を狙ってビザンツで、1444年から1460年くらいの間を延々とループしていたのですが、20時間くらいやって全く進展しなかったので諦めました。どうやら私の実力ではまだ無理だったみたいです。ということで、今回はバシレウス、ではなく、アフリカンパワー、の実績解除に挑んでみました。アフリカンパワー、は今後でアフリカ領域をすべて所有すると、解除できる実績です。今までアフリカの国でプレイする機会があまりなかったので、挑戦してみることにしました。で、先に言っておくと、実績解除には失敗しております。期待してみてくださった方には申し訳ないですが、そんな簡単に解除できる実績ではなかったみたいです。じゃあそんな動画あげるなよって感じですが、調べたら今後盆地周辺の国でプレイしている動画って少ないんですよね。動画にまとめることで自分のプレイの反省になりますし、少しくらい他の方の参考になるかもしれないと思ったので、とりあえず作ってみることにしました。というのは建前で、実績解除には失敗したものの、私的にはそこそこうまくいったプレイだったので、とりあえず上げときたいってのが、本音だったりします。ってことで、前置きが長くなってきたので、ゲームプレイの方に入っていこうと思います。まず今後についてですが、今後はアフリカ中部西岸、大西洋に面した位置にある国です。ゲームの今後は、多分史実でのコンゴ王国に当たると思われます。コンゴ王国は史実だとポルトガルやベルギーに、異様にやられちゃってる感じですね。ポルトガル商人がこの辺で奴隷貿易をしていたようなので、ゲームでも交易品が奴隷の州が、この地域に多いみたいです。次にゲーム開始時の今後の状況ですが、初めから属国が2カ国もあります。アフリカ中部の国の中では頭一つ抜けている存在のようで、開始時点ではライバル指定できる国がないほどです。軍事面でも初めから周辺国の倍くらいの部隊を保有しており、最初から積極的に拡張していけます。かなり恵まれた状況から始まる今後なのですが、一つだけ問題があって、開始時点では封建制を受容できていません。この地域で受容できているのは東岸の国だけなので、領土拡張で受容するにも少々時間がかかります。なのでこの制度受容のタイミングが難しいですね。あとは、宗教ですが、土着信仰の呪物崇拝が国境になっています。呪物崇拝は君主交代時に様々な補正効果を持つカルトというものを選択できます。カルトは他の宗教と接触すると色々なものが増えていきますが、今回は戦争ばかりしていたので、基本的に無割、規律プラス 2.5% しか使っていませんでした。呪物崇拝は土着信仰系の宗教としては割と使える方だと思うのですが、イスラム教やキリスト教系の宗教の方が優秀なので、将来的には国境を変更した方がいいみたいです。ということで、ゲーム開始時の今後の状況はこんな感じです。この辺で映像の方は最初の戦争に突入しておりますが、序盤は隠した相手に無双するだけですね。この辺の国は4カ国くらいなら、同時に戦っても勝てるので、序盤の戦争は省略気味でいきます。最初の戦争でヤカを併合、ヤカの同盟国のチョクウェとカルンドウェは、属国にしました。で、その戦争が終わって落ち着いたところで、デブポチで封建制を受容して採用しています。で、この後、属国が増えてきたので一つを統合。そのすぐ後に、1プロビ国家のテヨに宣戦布告。テヨの同盟国のルンダとカサンジェは併合、テヨは属国にしました。続いてクバ、ルバ、キコンジャの同盟に宣戦布告。クバ、キコンジャを併合、ルバを属国にしました。で、この辺りで属国の独立欲求が下がらなくなってきて、危ないかなと思っていたら、独立戦争を仕掛けられました。さすがに属国5つは多すぎたみたいですね。で、この戦争の参戦国は、属国だったカルンドウェとチョクウェ、あとはその独立支援で参戦しているカルンドウェです。画面の紫と緑とピンク色の国が敵になります。この戦争、国力差が大きいので楽勝だと思っていたのですが、初戦でこちらの半数の敵に負けてしまいました。その後の戦闘でも半数以下の敵に敗北。どうなってるんだ、
って感じだったんですが、原因はすぐにわかりました。軍事技術レベルがこちらの方が低かったんですね。で、レベルが低い原因も明白で、制度需要のデブポチに軍事点を使ったからです。この戦争、割とピンチだったのですが、これ以降は戦闘を避けて敵領土の占領をメインに行い、単独和平で1カ国ごとに併合。そうこうしているうちに技術レベルも追いつき、なんとか勝利、3カ国ともすべて併合しました。この後、戦争疲弊がマックス&人的資源切れで、軽い反乱祭りになりましたが、なんとか鎮圧に成功。で、その後ルネサンスの採用もしました。これでコンゴ盆地は平定できたので、次はアフリカ東岸への進出を目指します。その前にこのタイミングでやっとこさ一つ目のアイデアを取得。希望法濃度への入植を行いたいので、探検アイデアを取りました。この後、キルワへの足がかりにするために東端のルタワに入植、キルワに請求権をつけて戦争の準備を整えます。でもって、1520年に植民地主義を採用、技術レベルも上げて、二つ目のアイデアグループを取得しました。二つ目は拡張アイデアを取ってます。拡張は希望法濃度への入植速度を上げるために取った感じです。希望法濃度への入植はヨーロッパ勢との競争になるので、とにかく急いで入植する必要があります。で、南アフリカへの入植をしつつ、キルワとの戦争の機会を伺っていたのですが、キルワに先に動かれました。1プロビまで追い込まれたムタパと同盟を組んでいたのですが、キルワがそのムタパにとどめを刺しに来たみたいです。ってことで、防衛側で参戦しました。部隊数は 33K vs 37K で、こちらの方が負けていましたが、軍質、特に規律は相手より 8% も勝っており、初戦こそ数で押し込まれて敗北したものの、これ以降は傭兵で数を補って徐々に盛り返していき、もう少し占領したら和平しようと考えていたところで、ムタパが勝手に和平、こちらには何も渡さず自分の領土だけ取り返したようです。一応キルワの弱体化という目的は果たせたのでいいのですが、少しくらい何隠れてもいいんじゃないか、って感じです。キルワ戦の後はすぐにカラグウェ戦に入りました。カラグウェ戦はアフリカ東岸を一通り抑えてからやる予定でしたが、カラグウェがこちらとの同盟を切って、ライバル指定してきたので、キルワとの停戦期間であるこのタイミングで、叩いておくことにしました。カラグウェはそれほど部隊を持っていないので、特に苦労することもなく、戦勝点が 99% になったところでは平。カラグウェ領の半分ほどを割譲させました。この後、キルワとの停戦が明けたところで宣戦布告。キルワとは、国力にかなりの差ができていたようで、特に抵抗もないまま全土占領。キルワの首都を含むアフリカ東岸の州を中心に、割譲させては兵しました。で、ここで間違えてムタパに1州挙げてしまいました。ムタパが占領していることを見落としていて、間違えて割譲しちゃった感じです。まあ、どうせ取り戻すんでいいんですけどね。キルワ戦後のこの辺りで、部族王国の政府改革が全て完了、君主制へ移行しました。この辺はあまり考えずにやってますね。君主制が一番やり慣れてるので選んだ感じです。この後は、ザンジバルノードの独占を目指して、どんどん拡張していきます。ということで、議会の議題でもらった属国化 CB で、モンバサに宣戦布告。こちらも特に抵抗なく、モンバサとその同盟国のアルジュラーンを属国化しました。そのすぐ後にサラッとカサンジェも属国化しております。で、ムタパがキルワとの戦争に呼び出してきたので、これを拒否して同盟を切りました。この辺りからマムルークが信仰の擁護者として参戦してくるので、宣戦布告しにくくなっていたのですが、マムルークが参戦してこないタイミングを狙って、キルワに宣戦布告。ムタパとの国境部分を中心に割譲させては兵しました。このすぐ後にムタパにも宣戦布告。沿岸部を中心に割譲させ、内陸国にしました。ムパタ戦後の1573年、技術レベルアップに合わせて活版印刷の制度を採用しました。そのすぐ後に3つ目のアイデアグループを取得、中核化コストを減らしたいので、統治アイデアを取りました。
ただ、この頃軍事点があまり気味だったので、先に軍事系アイデアを取った方が良かったかも、と今更ながらに思っております。ちなみにこの頃の南アフリカの状況はこんな感じ。ポルトガルに一番美味しいところを持っていかれました。ついでにザンジバルの王も、フランスに入られました。独占って難しいですね。ということで、今回はこの辺で終了です。次回は東岸を抑えてから北上していきます。それでは、ご視聴、ありがとうございました。バイバイ。